日本全国1億3000万人の谷口チルドレンの諸君、お待たせしました。私谷口ドブテルのドラテクが詰まった DVD が始まりますよ。今最も旬な男が教えるドラテクとは、グリップ、ドリフト両方の最高峰カテゴリーを制した男が手取り足取り技術を伝授、初心者から上級者までを手広く網羅。谷口ノブテルドラテク DVD ドライブ。それではまずグリップから、僕の考えではですね、タイヤと路面のこの密接な関係を感じ取りながら、タイヤが滑ろうとしてるのか食おうとしてるのか、この辺をしっかり感じ取りながら、運転してるだけで、基本的には止める、曲げる、立ち上がるって、そこら辺を、いかにこうタイヤのポテンシャルをこうグッと引き出して、走るかってことをこう意識して、そこだけ意識して走ってるので、基本的にはもう FR だろうが FF だろうが四駆だろうが、僕的には変わらないっていうところは、そこら辺に意味があるんです。この辺りを踏まえて、実際筑波サーキット走った映像があるので、ご覧ください。グリップ伝授の講義場所はタイムアタックの聖地筑波サーキット。グリップ担当マシンは HKS の MU86、 非常にレーシーな外装だが中身は至ってライトチューン。新作のスーパーチャージャー装着で250馬力使用、サスペンションレフは交換されている。それでは早速実装でのレクチャー行ってみましょうか。まずは基本中の基本、タイヤの温め方から。さあまずね、タイムアタックとかするときとかね、サーキットに入ってコースインしたばっかりの時でタイヤが冷えてたりするでしょ。まずはタイヤをね、温めるのがね、こうよくこうやってウィービングとかする人はいるけど、タイヤの角っこまでこうちょっと油を取るみたいな感じでこう路面に当てておくっていうのはいいんだけど、僕的にはね、この加速と減速をね繰り返す感じの方が温まると思ってます。ブレーキも温めて、タイヤフロントもリアも、なるべく均等にこう温めるのに、こうブレーキしたり加速したりブレーキしたり、加速したりっていうことをやって、さあじゃあアタックいきますよってやりますね。続いてはタイムアタックの肝、ブレーキング。そうですね、いわゆるプロと言われるドライバーと、まあ、プロじゃないドライバーとかで、ブレーキングで大きく違うのは、アクセルからハッとこうブレーキペダルに足をこう切り替えてですね、でさらにそこから減速 G のこう立ち上がりをいかに早くグッとこうかけれるかっていうところがプロとアマチュアの違いで、グッと最初にもう強い動力で減速を始めて、コーナーに近づけば近づくほどブレーキは緩めていく方向になるんですね。逆にアマチュアの方々は最初こうそろっと踏んで、そこから途中からグッと踏み増していってみたいな感じがよく見受けられます。でブレーキの開始ポイントとブレーキの終了ポイントが、遅らせたらこっちも遅れるみたいな、ブレーキの終了ポイントは変えないまま開始ポイントを奥に詰めることができれば、これは突っ込みを頑張ったってことになるんですけども、大体の人はブレーキをちょっと頑張ると、ブレーキ終了ポイントも、ずれていって、車としてはよく、一番曲がる姿勢を作っていかなくちゃいけないのに、まだブレーキペダルにだいぶこう動力が残っていて、止めながら曲げていくっていう、感じになる方が多々いると思います。そこら辺をね、ちゃんとこう止めるところはしっかり止める、そして曲げるところはしっかり曲げる姿勢を作る、そしてしっかり曲げた後にしっかり立ち上がる、ちゃんと、止める区間、曲げる区間、立ち上がる区間っていうのを、分けましょうっていうことです。百聞は一見にしかず、プロのブレーキングとはいかなるものか、実装チェック。グリップ走行とかはブレーキは最初にグッと強く、コーナー入るときには緩めて、そーっとハンドル切って立ち上がると、最初のブレーキを強く、コーナー付近で緩めてブレーキ離しながら曲がる、
なるだけ早くアクセルからブレーキへ踏み替える。一番初めにドカッとペダルを踏み込み、しっかり止めてコーナーへ入るときにはブレーキングは終了した状態にするべし。アクセルを入れるタイミングはペダルワーク。たまにサーキットではね、そのアクセルかブレーキか必ずどちらか踏んでるはずだという方がいらっしゃるんですが、僕の考え方的にはそんなことはないと思ってます。すごく曲げたい区間っていうのはペダルをね触ってない、時間が存在します。エンジンブレーキとステアリングを切って、この路面の抵抗レベルのねフロント荷重、理想コーナリング姿勢っていうのは僕の中でちょっとイメージがあるんですけども、そこら辺をいかにこの理想コーナリング姿勢を作って高い速度で曲げることができるか。なので僕の中ではブレーキを踏む区間、そしてアクセルもブレーキも踏まない区間、そして、立ち上がりはもちろんアクセルですね。そういうふうに一つのコーナーでそういう区間は存在します。立ち上がりのアクセルの開けるイメージですけども、立ち上がりで人のイン側に入っていくようなライン取りのイメージですかね。僕が思うポイントよりも大体皆さんの方がアクセルの開け始めるポイントは早くて、アクセルの開け始めを早く開けたがために車の姿勢はこう曲がらない姿勢になってしまって、グリッピングポイントからこう立ち上がりにかけて緩い円を描いて、こう出口までこうアクセルをじわじわ合わしながらね、立ち上がっていく感じになると思うんですが、そこを僕は理想旋回姿勢を作っている状態ですから、そこでグーグーッと曲げておいて、そこからアクセルをグーッとこう踏んで、もうかなりアウト側が残っている状態なんですけど、だいぶ曲げておいてアクセルをグーッと増していけるような走り方をします。タイムアタック中にアクセルを入れずに待つとは、その極意を谷口が教える。よくね、この止めるブレーキから前荷重かけたままの曲げるブレーキで入っていってすぐこう踏むっていうね走り方もありますが、もちろんそれは、大事な走り方です。クリップ付近までブレーキを残して、前荷重にしてね走っていく走り方、止めるブレーキでしょ。でクリップ機までブレーキ残していって、前荷重にして曲げて立ち上がっていく、まあ、一番オーソドックスな走り方ですね。その次の段階はですね、ブレーキを離して曲がる曲がり方ができるようなセットアップをしていく。ブレーキでここからもうブレーキ離して曲げる、曲げてで立ち上がっていくっていうような走り方ですね。ブレーキ、ヒルアンド曲げるときは待つ。よくね、やはり待てなくてねアクセルを早く開けちゃう人がいるんですけど、ちゃんとね待つ時間も大事なんですよ。しっかりとブレーキングした後、曲げる区間はブレーキもアクセルも踏んでいない状態。曲げる前にしっかりとブレーキングできていることが肝だ。どこへ行っても共通事項、サーキット攻略法。サーキットに行ってですね、そこを攻略するのに大事なポイントは、まず一番最初はストレートの一つ前のコーナーを丁寧にこうしっかり立ち上がり重視で走ることが大事なんですね。あのコーナーをうまく立ち上がりたいから一個前のコーナーを、無理せずに曲がるっていうふうにですね、逆算して、考えていくことが大事です。初めてのサーキットで攻めるとき気をつけるべきポイントとは。基本的にですね、まずはね進入を頑張らない、しっかり曲げて立ち上がりをしっかりきれいに立ち上がれるようにする、ね、立ち上がりでしっかり立ち上がれるようにして
ジ入ってしっかり曲げてファーストアウト、アクセルを早く全開にできるようにね、ファーストアウトができるようになってきてからやっとね進入を頑張っていけばいいと思います。そーっと入っていって途中からはリアに荷重をかけて立ち上がっていく。重視すべきはブレーキングではなく、いかにいい体勢で立ち上がれるか。タイムアップの肝は踏むべきところでしっかり踏むこと。まあ、こんな感じで、僕は車を走らせているわけですが、まあ、他にもね、いろいろとこう重要な部分というか、車を速く走らせるのにこう大事な肝となる部分がたくさんあります。意外な盲点がここにある。マシンセッティング。皆さんの車がセッティングができる車だとした場合、いわゆるノーマルなしではなくて、車高がいじれるとか減衰力がねいじれるとか、そういう車の場合にですね、フロント荷重をかけていって走ってるタイプの人がアンダーだといった場合は、もうもしかしたらフロントの外側のタイヤだけに仕事をすごいさせすぎてて、そこにダンパーを緩めて、もっとノーズダイブするようにさせたりとか、車高を前傾姿勢にしてしまったりとかしたら、どんどんこの外側のフロントタイヤに仕事をいっぱいさせすぎて、4つのタイヤの仕事をなるべくもう外側のフロントにこうやらせてしまうので、これは逆効果です。逆にリアの車高を下げてみるとか、リアのリバウンド側の、減衰力を締めて、車がこうリアがスッと上がらないようにね、上がりにくくするとか、なるべく車の他の三輪が設置した状態でコーナーに入っていけるようにしてみるのも、もしかしたら、その方が曲がるようになるかもしれません。よくあるお悩み相談、リアの選択について。もし不慣れなサーキットに行ってですね、ギアの選択に迷った場合、だから乗ってる人からするとどっちもあんま変わんないよなって思うケースきっとあると思うんですけども、そういう場合はですね、多分1個高いギアで行ってください。やはりギアが1個違うとですね、エンジンブレーキのかかる量が違って、意外とそのエンジンブレーキによってこのボトムスピードをねすごく落としてしまっている可能性が非常にあります。この辺も、もしかしたらあなたの陥っている場所かもしれないので、チェックしてみてください。